なるさ、いや、救世主、救世主。
プリズム。これなら満点だな。弱かったですよね。やったわ。そうかな。力だ。嬉しいですわね。
なこいつらか。これでどうだ。やったプリズム。行くわよ。
怪我はないけど大丈夫ですか。
これでようやく来どうかな。確かに見たことはないけど、あの人に見せに行けばわかる。後ろ、後ろよ。これでどうだ。ドンクリッククラウド、やったわ。そうかな。
んだこいつ。なんとかなるさ。まあまあだね。当然ですわね。
意外に弱かったね。Huh!
ここは魔物の墓。みんな危ない。はい、はい、ビームランチャー。ビームランチャー。ドラゴンゲームランチャー。危なかったな。突然襲ってくるとは思わなかった。ここで行き止まりだよね。ってことはここがアセカイへの扉って呼ばれてる場所なのかしら。扉といってもそれらしきものはないよな。これはただの墓場ですわ。巨大な人と竜の墓場、魔物の出現する聖地。ここは本当に自然にできた場所なのか。それって誰かが意図的に作り出した場所かもしれないってこと？意図的にねえ、神様くらいじゃないかしら、そんなことができるのは。でもそんな力を持った人がこの世にいるのかしら。できるのは神様くらいじゃないのかな。神様か、謎だらけだな。できるわね。これはさすがに見たことがないな。絶対大丈夫そうだな。よし、早速ボーマンさんに見せに行きましょう。後ろです。後ろなの。
かなるか。これでどうだ。流刑賞。意外に弱かったな。お、どうやら持ってきたようだな。見せてみな。どうでしょうか。これなんですけど。お、こいつは。いけてます？言い伝えでしか残ってないようなものだぞ。一体どこまで入り込んできたんだ？おいおい、やったじゃ済まされないくらいすごいことだぞ。分かってんのか？だってこれで言語学者の人に会わせてもらえるんですよね。新種を発見したってのに、なんてやつだ。こりゃただものじゃねえな。キースにぜひ会わせとかねえと。俺が一緒にキースの家へ行ってやるよ。ほれ、行こうぜ。
キースさんはいつも忙しくて追い出されるのですが。ちょっと待ってな。おい、キース。キース。いないのか、キース。キース。キース。ったく、誰もいねえのか。何ですか、うるさいな。うるさくて悪かったな、お礼だよ。あ、ボーマン先生。先生は余計だ。キースはいるか。はい、少々お待ちください。お待たせいたしました。どうぞお入りください。失礼します。どうしたんだ、こんなに大勢で。よう、キス。最近は人のいい言語学者さんは辞めちまったのかい。なんだよそりゃ。いやね、こいつらがお前さんとコンタクトを取りたかったのに玄関先で追い返されたって聞いてな。ああ、今ソーサリーグローブ関係で意味のない古文書の解読を国から頼まれていてな、助手に邪魔な奴らを追っ払ってもらってるのさ。邪魔って、私たちが？そんなところで怒っていてもしょうがないだろう。俺、早く要件を言えよ。実はクロス洞穴の最深部で発見した古文書の解読を依頼したいんですけど。何？クロス洞穴？ええ、発見したのはいいんですけど、あまりにも古すぎて読めないんですのよ。おお、国のくだらないご依頼よりよっぽど面白そうじゃねえか。その古文書を見せてみろよ。これですが。こりゃお前ら歴史的発見かもしれないぜ。本当ですか。ああ、古代ラバヌ文字に似ていなくもないが、配置もそれとは異なるぞ。解読できそうですの？こいつはちょっと時間がかかりそうだな。預からせてくれるか。じっくり取り掛かりたいんでな。もちろん、お願いしますわ。こっちこそ礼を言わせてくれ。いいもんに出会えた。こりゃボーマンのおかげかな。うひゃー、キースが俺に礼を言ってるぞ。こりゃ明日大雨が降ってもおかしくねえな。
さて、これでよしと。キースも喜んでたみたいだし、よかったな。私たちも助かりました。ありがとうございます。ま、それはよしとしてだな。お前たち、エル大陸に行くんだろう？はい。ソーサリーグローブの調査ったってかなり危険なことだぞ。分かってやってんのか？大丈夫です。クロードもいるし。それが一番心配な気がするんだけどな。え？俺はな、どっちかって言うとお嬢さんの方を信頼してるからな。クロードはお嬢さんに惚れてる分、感情的になりやすいんだよ。なんだ？全く気づかなかったってのか？おいおい、これじゃ先が思いやられるな。いいかお前ら、危ないことに首を突っ込んでも帰って来られる範囲にしろよ。大丈夫です。仲間の命もかかっていますからね。まあこのメンバーなら多分無茶はしないと思うが。レナ、クロードを見ていろ。無茶な行動をしそうな気がするからな。あ、はい。なんで僕を？あんまり深く考えるな。本人には大抵わからんことだ。それじゃあそろそろエル大陸を目指しましょう。ラクル王にエル大陸行きの船を出してもらうお願いをするんだよな。ついでに装備も整えておけよ。わかりました。土産は元気な姿を見せてくれりゃいいぞ。安全第一で行ってこいよ。はい、行ってきます。
君たちは今ラクールへ避難してきたものかね。避難？知らないのか。エル大陸の王国が魔物に壊滅され、魔物の群れが現在ラクール王国に向かって進軍中なんだぞ。もちろん前線基地で魔物の群れなど食い止めてしまうが、ラクールより北は戦場になる恐れがあるので、国民は一時ラクール城に避難してもらってるんだよ。あの、私たちも戦います。何寝ぼけたこと言ってんだ。足手まといになるだけだから、早くラクール城に避難してくれよ。
代表者の方のお名前をお聞かせ願えますか。レナ・ランフォードです。レナさんですね。出身地はどこでしょうか。アーリアです。クロス大陸のアーリア村です。アーリアですか。ずいぶん遠いところからいらしたんですね。ええ、そうですね。アーリアですね。わかりました。では城内にお入りください。Thank you.
し声がする。これでほとんど完成なのだな。ええ、ただ一つ問題なのがエネルギーそのものの放出に耐えうる素材がないということだけで。それでは使えないではないか。だから耐えうる素材がホフマン遺跡にあるんだってば。それは本当なのか、レオン。そうですよ、王様。僕がいれば、捕まればパッて取ってきちゃいますよ。うん、ならば。誰だ。なんだ貴様ら。いえ、私たちは全然怪しいものではないんですけど。十分怪しい。だから全然そんなことないんですよ。あら、あの子、武具大会で準優勝した子じゃないかしら。え？ほらレオン、あなたも一緒に武具大会見てたじゃない。僕は興味なかったからね、覚えてないよ。ああ、王様は覚えていらっしゃるでしょ。おお、優勝したディオスにもう一歩で勝てなかった少年じゃな。見覚えがあるぞ。覚えていてくださったんですか。しかしなぜこんなところに。いえ、ただ散歩していただけなんですが。嘘に決まってる。こいつはラクールホープの秘密を盗みに来たスパイだ。ラクールホープ。知らないとは言わせないぞ。現在僕たちが開発している紋章兵器の最強バージョンだ。小さな島くらいわけもなく吹き飛ばせるんだぞ。君が。本当に知らなかったの。王様、実は私たちはエル大陸に渡る船を探しているだけです。ソーサリーグローブの調査をクロス王公認のもと行っているんです。なんと、そうであったか。僕たちはここで避難しているわけにはいきません。町の外に出してもらえませんか。うん、構わんが。ダメですよ。彼らはラクールホープの秘密を知ってしまったんです。牢屋に閉じ込めなくては。勝手に喋り出したのは誰なんだ。ともかく、僕は早くホフマン遺跡に行きたいんです。こいつらに構っていられません。ホフマン遺跡。ラクールホープの完成は目前なんだ。最後に必要な素材はホフマン遺跡にあるんだから。だが兵士は前線基地に送らなければならない。ホフマン遺跡にまで兵士を回している余裕がないんです。じゃあ僕たちが彼と一緒にホフマン遺跡に行きます。そうしたらエル大陸に連れて行ってもらえますか。そなた本気なのか。ホフマン遺跡は危険が多い場所だぞ。僕は嫌だよ。こんな足手まといにしかならなそうな人たちなんかと。全くの足手まといってこともないと思うわよ。一人よりはいいんじゃない。彼らがどうしてもって頼むのなら仕方ないですね。調査隊の一員にしても構いませんよ。そうと決まれば善は急げじゃ。ヒルトンの港に船を手配しておこう。そこからホフマン遺跡に向かうといい。ヒルトンの港ですね。わかりました。しばらくの間だけだけど仲良くやろうな。
でもやっぱり心配だな。そうだ、君たちにこれをあげるよ。ホフマン遺跡に行かなきゃならないんだ。この人たちも連れて行くんだ。一緒に外へ出ていいだろう。はっ、レオン博士、もちろんです。吉報をお待ちしております。当たり前だろ。レオン博士、
に出発する。この人たちを連れていくよ。は、わかりました。さっさと行ってパッパと取ってきちゃうからさ。は、レオン博士、吉報をお待ちしております。